ここで前回までのあらすじをおさらいしましょう。前回ポーチの中身見せてってお願いしましたが、全然その中身まで到達しませんでした。というわけで今回は中身からのスタートです。はい、早速中身を見ていこう。まずですね、下地がですね、紫外線がすごいので、高原動産のウォータープルーフの先輩お願いします。めっちゃ恥ずかしい、こんなの先輩お願いしますよ。私ちょっと恥ずかしくて、これ美容系の YouTuber やってるじゃないですか。やらない私あえて、これちょっと恥ずかしいから。でも今日はこれ見ましてクリスチャンネルならではの恥ずかしい。ありがとうございます。これです。へえ、高原堂さんなんだ。そうなんです。でしかもテクスチャーもすっごくよくいかった。そうなんです。輸入液みたいに伸びが、めちゃめちゃスルッと伸びる。そうなんですよ。わお。だから軽いつけ心地で日焼け止めもできて、あのファンデーションとの密着もすごいしてくれるので、ファンデーションとの相性選ばないんですよね。これもね、老舗ですよね。そうなんです。老舗ならではならでは。ここでは最近変わって、ちょっとあの何ていうんですかね、皆さんが使いやすいような形にしてあるんですね。結構舞台メイクっていうイメージが多くなる。多かった。そうなんです。結構薄付きで軽い付きなのが先に出るので。そうなんだ。おすすめで。じゃあみんなも使いやすいですね、普段使いにね。そうですよ。売ってるところもロフトだったり、おー、東京ハンズだったりとか、売ってるんですよ今。なんかメイク用品専門店のイメージがすごくあった。そうですよね。今結構カジュアルに買えるようになってきてるので。違いだね。そうなんです。都心に住んでない方でも、あの結構地方の人でも買いやすいです。素晴らしい。スタジさん。次でございます。今ちょっとファンデーションが、あの研究中なんですけど。どうした？いろいろ使ってるんですよ。どうした？おすすめあります？どうした？今ですね、この資生堂のクッションファンデを使ってます。なぜみんなクッションファンデ？手が汚れないので。聞いた？意外な理由聞いた？めんどくせえな。まあ確かに一回こう取ってとか、こうやってこうやって伸ばすのを考えると、ペペペペペペペってできる。はい。でクッションファンデ物足りないのが多いんですけど、資生堂のシンクロスキンホワイトクッションコンパクトっていうのは、結構カバー力もあって物足りるんですよ。痛い。クッションファンデみたいにベタベタしない、結構オイルになりにくいんですよね。いや汚い。リアルすぎる。しょうがない、リアルだから。それがリアルだから。そうなんで、結構あの軽いつけ心地なんですけど、カバー力がしっかり、あ、しっかりカバーできるクッションファンデは優秀ですね。はい、あとはあのテカテカにならないのが、なんか日本のブランドならではかなと思います。私韓国のコスメに詳しいんです。そうだよね、韓国のコスメね、結構テカテカなんですよ。ツヤツヤテカテカが良しとされてるでしょ。そうなんですよ。まあでもいいんですよ、それでも。でもあの男性受けはしねえ。男性受けはしねえ。何、油然と間違えられる感じ。こいつすげえ疲れてるな。もうね、ちょっと一個言った、はい、最近のそのなんかギリギリのアウトセーフの話で、なんていうの、ツヤ感っていうのと油田は紙一重な感じもするし、あと涙袋のこともクマなのかメイクなのかもなんか紙一重な感じがしてできない。 TPO に合わせてやってるだけ。誰かそんな器用にみんなやってるもんなの。今は基本、まあ、あの気持ちがいいものを使ってもらえればいいんですけど、どうしても、まあ、画面に映ったりとか、照明が当たるときにクッションファンデ使ってしまうと、カテカヤオなんですよ。なるほどね。だからタレントさんとか芸能人さんとかで撮影のときは絶対に使わないです。確かに抑えるもんね。めちゃくちゃ抑えますね。ちょっと入ります。入ります。そうね、痛いけどね。入るよね。入る。ペペペってやって入るよね。すごいテカってんだもん。画面見ると。おこなね。そうなんですよ。これいいんだ。これ結構日本のクッションファンデの中でもおすすめです。外資系だとボビーブラウンが結構いいかなって思うんですけど。マリナ買いしちゃいそう。いやでもまだ試してる段階なんで。まだね、もうちょっと使ってよかったら皆さんにもお知らせしようかな。なるほど。ちゃんと使い込んで、1個使ってよかったものだけ。素晴らしい。
信頼度高い。嘘言わないです。小宮さんのことは何も信じない、信じちゃうんですけど基本は疑ってかかるんですよ。うん、なんかあれたちこれ美味しいよ、これ美味しいよって言うとそうなんですか、カフェとりあえずで美味しかったですこれみたいな。メイクはね、そうだね、本業だからね。そうなんですよ、ちょっとこだわってます。そう、準備するだけで素敵素敵。あと、ほんと少ないですよ私。あとお粉、お粉っていうか、まあなんかドレストポーターでこれめちゃくちゃ推しなんですよ。あとこの光の抑えで、どう人気高いわ。高いですか。めちゃくちゃいいし、あと値段もいいですよね。そうだよね、優しい、優しい、優しい。で成分もね、うちはサボテンがね入ってるからね、肌に乾燥もしないんですよ。うちはサボテン、ありがとうございます。最近ね、カップでも流行ってるんですよ。うちはサボテン今この辺出てる、うちはサボテン。あとですね、眉毛はアスレボーグのインディケートアイブロウペンシル見にくいのか何ってやっぱり芯の柔らかさとこのボケやすさ、やっぱりメイクアーティストも認めるめちゃくちゃいいんですよ。なんかこう肌が突っ張っちゃってなんか乗らない人いるじゃないですか、乗らないペンシルとか結構使ってる人確かに多いんですよ。そういう人ってペンシルでちょっと描いた後にパウダーでなんとかしてる人多いんですけど、これはペンシル一本で柔らかいんだ。そうなんです、かなり綺麗に修復するので。ルフォークってプロの人がなんか認めてるから、うん、あのそこから裾野にね、普通の一般のお客さんに受けてる感じはすごくするよね。そうなんですね、トップからのトレンドでこういくみたいな。で、なんかちょっとまあおしゃれなねブランドですし、感度高い感じで。そう、あのそうなんですよ感度高い感じで、ね、そう。でもこれをあのレッスン、今日もメイクレッスンしてきたんですけど、使うとみんなこれ買って帰りますって言ってます。何もありながーい。知らない、うんうんうん、なんか結構こうあのオイル処方だったり、うん、あの水分が含まれてるアイシャドウだと思ってるので、こう乗せた時にこの辺知らなかった、うんうんうん、知らないっていうことは時間かかっても色味がちゃんとキープできるっていう、なんかプロっぽい。そうなんですよ、プロっぽい。そうなんです、皆さん色選びの時にこの周り、サンプルの周りを見てみてください。あ、知ってる。そうなんですよ、散ってるものは肌の上に乗せても散るんですよ。で、散ってないのは肌の上に乗せても散らないし、散ってない、しっかりとこう密着してくれるんですね。これ一回一回きれいになんかお掃除してるわけじゃなくてこのまんまの状態はい、多分次のやつを見れば汚ねえなって思うと思うんですけど、ほんとずっとこの状態ですね。そうです、なんです。その後、はい、アイライナーですか。アイライナーお願いします。これもちょっと資生堂さんの3つきました、資生堂3つきました、資生堂さんのはい、これ何がいいの。最近出会ったんですけど、これブラウン私使ってるんですけど、まずコスパも、コスパも良い。え、いくら。まずこれ2200円くらい、で買えちゃう。資生堂にしてはそうなんです。あのプチブラの2本分なんですけど、それに勝るもコスト以上のものがあるんです。何かというとですね、細くすぎることと、え、何これ、こうインクみたいな発色をしてくれるんですよ。ちょっと、うん、お願いしますか。スルスルスル、あ、ちょっと冷たいここにスルスルスルと、え、なんか、え、墨に塗ったみたいな。すごくないですか。だから普段リキッドで描いてる人でも、うん、これ物足りなくなるんですよ。うわ、なんでかっていうと、これ名前がもうあれで、マイクロライナーインクっていうペンシルなんですよ。インクってついちゃってる。そうなんです。で、これよく見ると多分あの YouTube で映るんですけど、ちょっと下見てみてください、うん、これ艶っぽく濡れてます。ほんとだほんとだ、描いた瞬間濡れてるんですよ。みずみずしい。そうなんです。で、これを例えば描いたのに爪でピッてぼかせる、本当に筆で描いたみたい。描いたみたいな
いいですか、ここにすごいチュー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 と書いて爪でピッとやるとこれで描いたようなテクスチャーに、めちゃリキッド。そうなんですよ。でもリキッドって結構手が震えたりとか、うんうん、なんかうまく描けなくてガタガタになったりする、うん、したり、目尻も難しいですよね、この力の抜き方が。目のねシワが気になったり、全然皮膚につかないわっていう方、全然すぐ発色できて、なおかつ目尻をピッてやるだけで筆で描いたような払い方ができるんですよ。すごいこれ。そうなんですよ。何これ。そうなんです。で、皆さん、ペンシルってなると、下に映るってなるじゃないですか。これ、ちょっと乾くのを待っててください。乾いてから本番なんです。でも、ツヤ感があるうち、まだ書きたての時は、いくらでもぼかせるんですよ。なので、ナチュラルにしたい時はぼかしてもらって、きっちりとリキッドみたいに書きたい時は、ちょっと待っててください。じゃあ、ちょっと次の商品を紹介しつつ、待ちましょうか。これちょっとすごいですか。ちょっと感動。これ感動ですよ。マリナガイド。続くで、はい、しれっと続くってなっちゃってますけれども、次回こそは完結編です。皆さんお見逃しなく。